この戦、我らの勝利だ。ありゃ、旗竿が。風がどう吹こうと、俺たちはそれに負けない勢いで突っ走ればいい。よかった。今は我ら烈風となって流氷を撃つのみ。あの男が曹操と通じていたとはな。孫作殿の道を波動などと。やりましたな、孫作殿。竜玄徳様、どんな一言を楽しみにしてたのに。俺は武人として、男として堂々とありたいのだ。それが我らのなすべきことならば。日々に学べよ、余も明日の孫を支えてくれ。よしく殿。姫様が、まさかそんなことは。いいんですか、劉備とは命があるとはいえ、この楽器攻めは。喧嘩ってんなら腹据えて突っ込むだけだぜ。ええ、ですがこちらの兵数も十分とは言えません。いずれ後藤五軍に尊敬あり。俺たちは総務だ。おー